氷の花は、天野節子による日本の小説を呼び、本作を原作とした、テレビドラマ。作者の小説家デビュー作。2006年に、幻冬者ルネッサンスから、自費出版され、2007年に単行本として、幻冬者から出版された。当初は別の出版社で、発売予定であったが、直前に、その出版社が倒産してしまい、 世に出すべきじゃないかという編集担当の言葉に導かれ、別の出版社を探し、伝ーシャルネッサンスから発売が決まったという。自費出版からベストセラーとなったことで注目され、著者は2008年9月4日放送の、徹子の部屋に出演した。ウェブ漫画雑誌、スピカで2008年10月号から登場カズミによって漫画連載がされている。 氷の花、玄東シャルネッサンスカン。ISBN コード、47億7900万726。出版年月日は2006年9月30日。夫が出張中のある日、妻の京子のもとに、関口真由美と名乗る女から電話がかかってくる。その女は、高幸の愛人で、高幸の子を妊娠している、と、高圧的な態度で、京子に明かす。 不妊症だった京子は、その事実に愕然とする。子供もできない上に家事もろくにできない女に、妻の資格はない、と罵られ、腹綿が煮えたぎる。思いの京子は、夫が出張中の今のうちに、と、関口真由美を毒殺する。犯行は完璧だった。証拠も一切残さなかった。しかし、事件の報道をどんなに待っても、 関口真由美が妊娠していたという事実はない。夫は彼女との関係を認めたが、しっくり来ないものがあった。自分は一体誰を殺したのか、あの電話の主とは別人だったのか。自分ははめられたのではないかと疑心暗鬼になる京子だが、捜査の手は確実に迫っていく。テレビ朝日開局50周年ドラマとして、2008年9月6日7日に、 放送された。第一夜、第二夜。京子の幼少時の出来事、また、ピアニストという職業が加えられ、高雪らの勤め先が事務機メーカーから病院へと変わっている。最後は、松本清張の砂の器を彷彿とさせるラストで幕を閉じる。ありがとうございます。